ジョニーウー。ハロー皆さん、ジョニーです。ラビー気持ちいいバージョンが来たので、早速ガチャを引いていきたいと思います。で、まずは、単発のガチャチケットを消費していきたいと思うので、どんどん引いていきますね。単発のガチャチケットの数が多すぎて、ちょっと困ってますね、これ。なんか、これ、まあ、ちょっと10年ガチャチケットに交換したんですよ。まあ、そういう気持ちですね。ちょっと残念ながら。まあ、あとはどんどん引いていきますね。これしんどいんで、ちょっと20年まで魂で切りこうかと思います。10チケットも3枚ほど、そう、たくさん持っていて、それを探すと思いますね。で、今回、まあ、天井まで行きたくないんですけど、どうだろう。ちょっと、もしかすると、下の天井まで行くかもしれないですね、今回は。あと2枚。で、最後の魂で、貯めたとか、10連のガチャチケットで引いていこうかなと思います。で、まずは、外れですね。で、次。で、これも外れですね。で、最後のガチャチケットで行こうかなと思います。で、これも外れですね。まあ、でも、とりあえず50連まで引いたので、ちょっと石で行こうかなと思います。うん。天井まであと40連か。ちょっと運が悪いかもね、今回は。ダメか。全然ないですね、ラビー気持ちバージョンが。これもダメか。で、次は天井でお願いします。お、一応ローディングが来ましたね。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらうわ。多分ラビー気持ちバージョンだと思います。お、一応無属性なので当たりかな、今回は。ラビー気持ちバージョンが来ます来ます来ます。はい、では早速彼女の変身シーンを見ていきたいと思います。まさか天井まで行きたくのか。今回のガチャはみんなのガチャはどうでしたか。なんか最近あまり新キャラがないので、天井は行っても仕方ないじゃ仕方ないんですけど、今の私には果たすべき使命があればそれだけで。まあよかったらなんかみんなのガチャの状況をコメント欄に書いてみてください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。